羽生結弦るかける栗原さん。特別対談で語る、栄養管理とメンタルサポートの真実。羽生結弦るという存在は、フィギュアスケート界における輝かしい象徴であり続けている。その背後には、彼がトップアスリートとしての地位を確立するために注がれた膨大な努力と、彼を支えるさまざまなサポートがある。フィギュアスケートは身体的な技術力や美的感覚だけではなく、 精神的な強さと持久力も要求される競技であり、これを長年にわたり維持するためには、競技外でのケアや栄養管理が重要な役割を果たしてきた。羽生のこれまでのキャリアを支えた大きな要因の一つに、味の素のビクトリープロジェクトが挙げられる。このプロジェクトは、アスリートに対して科学的に基づいた栄養サポートを行い、彼らが最高のパフォーマンスを発揮できるようにする取り組みである。今回 羽生と栗原さんとの特別対談が放映されることで、このプロジェクトが羽生に与えた影響や、知られざるエピソードが明かされるということで、多くのファンが期待を寄せている。羽生の身体づくりと栄養管理は、単に体重を管理するだけではなく、競技ごとのピークに合わせて体調を整えるための戦略的な取り組みだった。この背後には、彼自身の意識の高さに加えて、栄養士やサポートチームの力が欠かせなかった。 特に五輪という大舞台では、競技前の数週間から栄養バランスを調整し、競技当日に向けてエネルギーを最大限に引き出す必要がある。ここで味の素ビクトリープロジェクトが大きな役割を果たした。アスリートが最高のパフォーマンスを発揮できるように、どのような栄養素が必要で、それをどのタイミングで摂取すべきか、細かい計算がなされていた。羽生が五輪で2度金メダルを獲得した背景には、 単に彼の才能だけでなく、こうした緻密な準備があったことは間違いない。そして、この準備には、単なる食事管理以上のものが含まれている。彼の競技に対する真摯な姿勢と同様に、栄養面でも最新の注意が払われていた。彼自身も、食事の重要性を理解し、食材一つ一つの質や栄養価について深い知識を持っていたという。これは、 味の素との長年の協力関係の中で培われたものであり、彼が世界トップレベルで戦い続けるための大きな力となった。一方で、今回の対談では、栄養サポートの側面だけではなく、羽生がどのように精神的なサポートを受けてきたのかという側面も語られることが期待されている。フィギュアスケートは非常にメンタルに影響される競技であり、一度のミスが結果に大きく響く。そのため、 精神的な強さを維持するための栄養や生活習慣の整備も不可欠だった。羽生がこれまでに直面してきた数々のプレッシャーや困難を、どのように乗り越えてきたのか、彼の思いが語られる場となるだろう。彼の競技人生を通して見られるように、羽生は常に挑戦を続けてきた。その挑戦の裏には、自己管理の徹底と、周囲のサポートがあった。栄養面でのサポートは、競技前だけでなく、 日常生活全般に及び彼がいかにして体調を維持しトップパフォーマンスを維持してきたかを物語る。これはアスリートだけでなく日々の生活においても重要な教訓となる部分だ。忙しい現代社会では食事や栄養が軽視されがちであるが羽生のようなトップアスリートがどれほど食事に気を使いそれが成功に直結しているかを見ると私たちも日常の生活習慣を見直す必要性を感じさせられる。 特に、彼の成功の背景には、日本の伝統的な食文化も深く関わっていると言える。味の素のプロジェクトが提供する栄養サポートは、日本の豊かな食材とそれを生かす技術に支えられている。羽生が競技後に語る、おにぎりや、味噌汁といった言葉には、単なる食事の意味以上に、彼の心を支える大切な要素が含まれているように思える。日本の食文化と彼の成功との関係性を探ることは、 非常に興味深いテーマである。また、味の素ビクトリープロジェクト自体も、これまでのアスリートサポートの枠を超え、幅広い分野での活躍を見せている。栄養学の進化とともに、アスリートがどのようにパフォーマンスを向上させるかに焦点を当てた研究が進んでおり、それが羽生結弦のような世界的なアスリートの成功を支えている。今回の特別対談では、その成果がどのように実現され、 今後のアスリートサポートにどのように影響を与えるのかについても議論されるだろう。さらに、羽生のこれまでのキャリアを振り返ると、彼の栄養管理とパフォーマンスの関係は、単に体力やスタミナだけではなく、集中力や精神的な安定にも大きく寄与していることがわかる。彼がリンク上で見せる集中力の高さや、難易度の高い技に挑む際の冷静さは、日々の食事や栄養摂取がもたらすエネルギーだけでなく、 精神的な安定を支える要素でもあった今回の特別対談ではそうした精神的なサポートの裏側にも焦点が当てられることを期待したい。羽生結弦がフィギュアスケート界に与えた影響は計り知れないが彼が常に健康と栄養に気を配りそれを競技人生にどのように反映させてきたのかは彼の成功の秘訣とも言えるだろう。この特別対談を通じて、 彼の競技生活の裏にある努力やサポートがより一層明らかになることを多くのファンは心待ちにしている。そして、羽生ズルという人物の魅力がますます多くの人々に伝わることで彼の影響力はさらに広がっていくだろう。この特別対談では羽生ズルの知られざる一面や彼の成功を支えるサポートチームの具体的な役割がより詳細に明らかになると期待されている。特に 味の素ビクトリープロジェクトのような栄養サポートが競技者の健康管理にどのように貢献しているのかは興味深いトピックである。スポーツ栄養学は近年ますます注目を集めており、ただ単に食事をとるだけではなく、科学的なアプローチに基づいた栄養戦略が求められている。羽生が語る食事と栄養の大切さは競技生活の過酷さと密接に関係していることがわかる。さらに、 彼がどのように自分の身体と向き合い、日々の食生活をどのようにコントロールしているのかという点は、ファンにとっても非常に興味深いポイントだ。多くのトップアスリートが、自分の身体を知り尽くし、それに合わせて食事やトレーニングを調整しているが、羽生の場合も例外ではない。特に彼の場合、フィギュアスケートという競技の特性上、筋力と柔軟性のバランスを常に最適な状態に保つ必要がある。 そのためには、日々の栄養摂取が欠かせない要素となり、味の素ビクトリープロジェクトのサポートがどれほど大きな役割を果たしているのかがうかがえる。羽生結弦の魅力は、ただ単に表情での華麗なパフォーマンスにとどまらず、その裏にある努力と自己管理の徹底にもある。彼が常に最前線で戦い続けるためには、身体的なケアと同時に精神的な強さが必要であり、その両方を支えるものが、食事であるということが、 この特別対談でよりり深く掘り下げられるだろうファンにとって羽生の言葉から直接その経験や考えを聞ける機会は貴重であり彼が日々どのように自分を高め挑戦を続けているのかを知ることでさらに彼への尊敬が深まることだろう。今回の対談は羽生結弦というフィギュアスケーターとしての姿だけでなく一人の人間としての彼の姿にも焦点を当てるものだろう。 彼の競技生活を支えるサポートチームの存在、そして彼自身がどのようにそのサポートを受け入れ、生かしてきたのか。これまでの栄養サポートが彼の成功にどれほど貢献してきたのかを語るだけでなく、今後の未来に向けた彼のビジョンや、新たな挑戦に向けた意欲が垣間見えるかもしれない。また、味の素ビクトリープロジェクトとの協力は、羽生にとって単なるサポートの枠を超えた信頼関係に基づくものであり。 それが今回の特別対談をさらに感動的なものにするだろう。彼が競技を通して学んだことや、これまでの困難をどのように乗り越えてきたのか、そして、未来に向けた新たな目標に向けて、どのように歩んでいくのか。その全てが、この特別対談を通じてファンに伝わることを期待したい。羽生結弦のキャリアは、輝かしい結果だけではなく、その背後にある数々の挑戦と努力の結晶である。 今回の金メダルの食卓で語られる彼のストーリーは、ただの成功談にとどまらず、誰もが共感できる挑戦の物語であり、多くの人々にとってのインスピレーションとなるだろう。そして、この対談をきっかけに、羽生結弦という存在がさらに多くの人々に影響を与え、彼の持つ力が一層広がっていくことを期待せずにはいられない。